はい、始まります。それでは、2日目行ってみましょうか。プロニュースレイディオ、イエイ、イエーイ、突然盛り上がってきましたというわけで、昨日に引き続きまして、プロニュースレディオ、2日目です。 NB、2013ラスベガスの、某所からお届けしております。司会は私、昨日に引き続きまして、聞かせていただいております、いろいろと石川でございます。よろしくお願いします。今日もね、同じメンバーでやっていきたいと思いますけれども、一人ずつじゃあ自己紹介をよろしくお願いします。まずは、プロギアハンズボンの、岡ちゃん、よろしくどうぞ。どうも、皆さん、今日、システムハイブ、プロギアハンズボンで営業します岡田でございます。よろしくお願いします。今日2日目ということで、ちょっとですね、ちょっと やってしまったことのちょっと話をしてみていいんですかね、ここでちょっとエピソードじゃあ聞きましょうか。あの、皆さん、何やったの？皆さん気をつけてください。ちょっと夜にですね、ちょっとラスベガスの街をちょっと見てみようということで、モノレールに乗ったんですよ。なるほど。でモノレールに乗ってですね、最終駅まで行ったのはいいんですけど、折り返し運転だと思ったんですね。折り返し運転だと思って、ちょっとでも行ってもちょっと怖いなと思って、一回外出て、クローズドアって言ったので、飛び乗ったんですよ。そうすると予想よりか逆の方向で車が進んじゃいまして MGM には先に行っちゃったんですよ。車庫に行ったの？車庫に行ったの？あれ車庫ですね。でちょっとそのもう2時がクローズだったので、ちょうど1時半ぐらいだったんですよ。そしてこれ、車庫に過ごすんじゃないかなっていう緊張に駆られだったんですけど、ようやく10分間ぐらい何やかん考えてるうちにもう一回電車動きまして、また戻ってまいりました。貴重だね。皆さんもね、英語ができる方ほとんどだと思うんですけども、まだちょっと英語に自信ない方、モノレール乗るときは一回降りた方がいいと思います。終点から先は一回車庫に入っちゃうからね。一回入りますね。それは終電間際だと怖いよね、これ。本当にもう完全にエマージェンシーボタンって何回か押しかけましたけど、ここで警察沙汰になるのもちょっと恥ずかしい限りで、いや、気をつけてください。はい、非常に初日から貴重な体験をしたということで、またこれもね、旅の恥は書き捨てではないですけどね。はい、ありがとうございます。そして、これもプロニュースで、おなじみの、カメラマンの岡さんです。はい、どうも。4月から娘がむさびに行く、ビデオオタクの岡です。はい、僕も昨日その岡ちゃんじゃないんだけど、ちょっと怖い思いをしたっていうのは、あのあと、この、ね、ヨロジオ収録の後に、はいはい、みんなでメッキに食べに行ったんですけど、そこの駐車場、メッキご飯食べて出てきたら、なんかすごい変なおばはんに、似合って笑った歯が溶けてないんですよ。怖っ。でそれに最初モヤモヤしてねえかと、で言って、でいや知らないよかって言って一回離れたんです。で今度車乗り込んだらまた来て、自分はホームレスだと、で家に子供が2人、それホームレスじゃないですそう、家に子供が2人、お話かして待ってるから2ドルくれと、でまた似合って笑うんですよ。でその似合って笑う歯がないんです、溶けてるの初めて見て怖い。そんなんで、とりあえず、今回一緒に来てくれてる田中さん、大阪の大将が、はいはい、お母さんあいつはやばいなんかピンときたみたいなね、お母さんあいつはやばいやばいとか、とりあえず2ドル2ドル渡しようって言って、2人で1ドルずつ出してはいったら勢いよくいなくなりましたね。もう皆さん単純に、ラスベガスね、欲しかっただけなんで、そうね、ラスベガス安全だと思ってたけど、ちょっと危ないとはよく分かりました。はい、ホームレスとかね、まあ、結構いるけどね、まあ、最近ちょっとね治安悪いみたいな話もありますけど、ホームレスって言ってて家に2人なんですよ。まあそうだね家がないはずだよね、その難しいね、はい、そこは、はい、はい、ありがとうございます。そして、おなじみのマリモレコーズ、エナさんです。どうも、エナです。3日目ですか、ラスベガスに来て、
本当はですね、食事がちょっともうきつくなってきましたね、こっちの。ああ、そうなんだよ、ね。秋田。もうなんか肉とパンばっかじゃないですか。ご飯とか味噌汁が欲しい。だからちょっと、そう、本当そう思う。で、昔は若かった頃は全然そういうの。俺まだ平気だよ。ですか？僕はもう今、本当になんかご飯とか味噌汁とかもうすでに欲しくなっちゃって。だって、ここに来る前にさ、プライムリーブの看板あるじゃない。あ、あれ見て言っても、うまそうだなと思って。マジですか。で、昨日結局、ご飯どうしたかっていうと、カップラーメンをみんなで買って、ラーメンちょっと食おうぜっていう、そういう、それぐらいなんか。お湯は？お湯はホテル。わかんない。そう、キッチンがついてるんで。いやー。これ、美味しそうだね。まあ、それはそれでよかったんですけど。でも、ちょっと、こっちプレスルームとか行くと、パンとか出るじゃないですか。うん、はいはい。もう、やっぱ、肉のやつよりも、野菜。野菜のランチサンドを食べてしまう。右に同じですね。そう、ね、胃が疲れてきちゃってますけども、うん。まあでも、ショーの方はね、本当楽しいコンテンツいっぱいあるんで。ね、はい。はい。よろしくお願いします。ね、はい、よろしくお願いします。はい、僕もね、昨日ね、怖い、体験をしまして、後、いろいろちょっとパーティーとかね、呼ばれて行ったりして、その後帰ってきて、編集長の部屋で、書いてたんですよ。そしたらね、半分落ちかけながらずっと書いてたから、寝落ちね。うん、そしたら、ある瞬間に、書いた原稿を、こうやって押したままずっと、ね、こうやってって、ラジオでわかんないんだけど、キーボードを押したまま、それで、それを全部消そうと思ったら、できそう全部消して、もう本当に。またやっちゃった。そう、それでもう一回切れて、もう帰るわって言って。結局自分が悪いんだよね。結局自分が悪いんだよ。自分が悪いんですけど、帰るわって帰って、うん、もう夜中の、結構昨日寒かったじゃん。寒かった。で、それでもう目を覚まして、それで部屋に帰ってきて、書いたっていう。また書き直した。そうそうそう。2回目はね、この度の中で。もうね、もう、そう、毎日辛いんですよね、この。あれ、キーボード、買ってなかったら大丈夫だもんね。そうそうそう、そう。それでいろいろキーボードが、ね、今回はパソコン持ってきてないんで、僕は、まあ、iPad でちょっと挑戦してみようかなと思って。もうじゃないですね、アルマジキ。アルマジキ、iPad で原稿書くと。いや、もういろいろありましてね、そのエピソードは。またそれは別の機会に。続きまして、また2日目のトピックを皆さんにぜひ紹介してもらいたいなと思います。まあね、1日目に一通り会場内の地図の頭に入って、まあ、1日で回りきれないんだけれどもね、面白いですかね。そう、大体どんな感じかっていうのを雰囲気掴んで、まあ、2日目ということで、まあ今日はね、まあ、ある意味視察のピークという意味では一番みんな精力的に動き回った日なんではないかなと思いますけれども、まあ、その辺を一人お二つずつ、トピックを紹介してもらいたいなと思います。じゃあ、昨日と同じ順番でいきましょうか。はい。じゃあまずは、岡ちゃんからですね。はい、はい、すいません。どうぞどうぞ。はい、すいません。じゃあちょっと私が今日2日目、はい、回りました。ちょっとお話しさせてもらいます。はい。でまあ5割ぐらい本当に行きました。で会場のちょっと奥の方、真ん中から奥にかけてよくわかんないですね。回ったんですけど、まあ奥の方に行くとこう陸関係のところで照明関係とか、うん、はいはいはい、ヘリコプターとかいろんなものがあったんですけど、はいはい、まあ、セントラルホールっていうのは大体ね、そういうカメラ周りのこう機材があるってことですね。そうですね、はい、そこを回ってると。そうですね、はい、もう秋葉原のちょっとこう、はい、でちょっとラジオデパートみたいな、ラジオデパートみたいな、こっち行ってるわけですね。通称長屋みたいなね。そうです。はいはい。でそこをちょっとうろちょろしますと、はい、まあ、最近やっぱうちのまあそうですね、DSLR 系の EOS 版 DC であったりとか、その 4K レコーダーの、 その一眼系のカメラちょこちょこやっぱ出るんですね。でまあですね、その 1DC とかもしくは 5D とかに下にこうバッテリーアダプターをつけて、傘を上げた状態でリグにつけられるようなものが少ないんですよ。うんうんうん。で一つ気になったのがこのメーカーさんです。このメーカー、はい、この画像が映ると思いますけど、シャープ、ね、そうですね、シャープさん、うん、あ、シェイプさん、シェイプ、シェイプというメーカーさんです、はい。でこれちょっとどこかなと思って奥にを聞くとカナダです。あ、なるほど。カナダ、カナダでした。でちょっとですね、まあうちも初めて聞いた名前だったので、まあ、ちょっとこれ日本とかでも出してるのかと聞いたところ、出してませんと、うん、いうことだったので、行く、今回ですね、ちょっと
交渉しました。おお、早い。で、なんとか本当に取り扱い、うん、本当に物も品質も良かったので、それもちょっとダメだったらそれダメですよ。もちろん扱いませんけども、結構出来が良かったので、今後本当にもう少し話を詰めれる状態になってます。昨日について2本目。2本目ですね。バイヤーとしての。やってるね。そうですね、バイバイヤーですね。バイヤーの岡田が。そうです。で、ですね、ちなみにちょっと私が気になったちょっとピックアップした製品がこれです。 DSLR リグバンドル、バンドル、バンドルセットですね。いわゆるこれはデジタル一眼レフを載せるリグということですね。リグです、リグです、はい、これあれね、バラボンのスナイパーセブンみたいなやつだね。そうですね、これね、実売も簡単に実売で言いますとUS ドルでだいたい2059ドルということで、まあ、だいたい20万弱の、まあ、お品物なんですけど、はい、構成的にはですね、マットボックスがちゃんとついていて、で、カメラを載せる、いわゆるレールといいますか、サポートロッドと、カメラを載せる筐体と、トップハンドルをつけるために横からアームが出てます。で、アームがですね、こんな感じですね。これも画像で皆さん見ていただけるかと思うんですけど、アームがちゃんと横から出ていて、しっかりと強度が保たれているトップハンドルが上についてきます。こんな感じです。で、かつですね、ショルダーパッド部分もついて、僕ね、ここが注目だったんです。ここのハンドル。持つとこね。持つとこなんですけど、ハンドルって結構皆さん、こう、間口が狭い方もいらっしゃるんですね。はい、でバッテリーパックを下につけてカメラを乗せてトップハンドルつけると重心がドーンと上がってしまうので、うんうんうん、間口の狭いこうハンドルだと安定がないんですよ。なるほど。である程度やっぱこう横に伸びた方が、うんうん、しっかりしますん で、 でここのグリップ注目してください。こ赤いプッシュボタンがあるんです、うんうんうん、角度変えられるんですか。これはこれですね、ワンプッシュで瞬時に角度が変えられる。アリとか他のメーカーさんものって結構ねじで一回回して、ね、でもちょっとこうローアングル完全に固定しちゃうんだよね。そうなんです、うん、でローアングルで撮りたいなって時にまたガガガッとして左右のこう角度を合わせるんですけど、これはもう押した瞬間にですねスポーンと角度が可変速できる、うん、このハンドルまでもついてる、うん、で20万、うんうん、これは15ミリロットの方、15ミリですね、全部15ミリでした、うん。これはですね、まあ、マットボックスもついてますんで、マットボックスはやっぱりフィルター2枚ぐらい、2枚入りでジョイントできます、差し込みできるようになってます、うん、まあ、使い心地の方も背負った感もですね、感触非常に良くて、うん、本当にしっかりとした作りでした、うん、この手の、なんだっけ、この手のっていうか、取材にお母ちゃんが使ってる NX70 でしたっけ、はい、あの手のちっちゃいカメラ乗っけても OK な感じ。またそれは小型のものがあります。うん、で本当に大判で FS700 であったりとか、他のシリーズのものもたくさん出てますん で、 で今回たまたまちょっとピンポイントでちょっとこう見つけてしまったのはこの L1DC、うん、ニコン D4 とか、うん、本当さっき 5D にバッテリーつけた状態の傘高いもの、傘上げた場合もこれ対応は可能な感じとしますよ。そもそもホロフォーカスはその場合フォローフォーカスに関しては、そこはですね、確か。俺爆弾踏んじゃった？いや、そんなことないですよ。ね、フォローフォーカスの部分も、ここずれてます。ロッドが。あ、段違い平行棒になってて、傘が上がってるんだ。上がってます。その、十何ミリ分だね。そう、ワン DC が入る分だけは上がってますんで、そこは大丈夫です。ただね、フォローフォーカスは作ってなかったです。うん、いやでも上がってるから市販のフォローフォーカスは使えるんだね。もちろん使えますね。 1DC 系ってほら傘が上がってるから、ね、普通のフォローフォーカス使えないじゃない。なるほど、うん、このシステムね結構熱いなと。他にもいろんなものがあります。また紹介できればと思います、ちなみにこのメーカーさんの名前はシェイプというメーカーさん、はい、カナダのメーカーさんでした。はい、はい、なんかDSLR もやっぱこなれてきて、細かいところそのねリグの仕様とかもやっぱりそのやっぱ1年前2年前と違うのは細かい仕様を詰めてる会社とか結構目立ちますよね。なんか、うん、はい、じゃあ次もう一個なんかありますか。もう一個ですね、やっぱり今
石鹸してるのがやっぱりこうウェアラブルカメラ小型の着込むカメラっていうか、はいはい、GoPro がね代表ですけど、うん、でやっぱ今回のヘリコプターのメーカーさんもたくさんあったんですけど、はい、僕あえてワイヤーで移動できるカメラの機器をちょっと見てみました、うんうん、でこれもですね日本には扱ってないということでここも交渉してます今、うん、なるほどあんたバイヤー交渉するときなんて言うんですかスタッフの人にはあ、ディストリビュートジャパニーズって聞くと NO って言ったときはもうこっちから押しますね、はい、どういう意味どういう意味例えばここにじゃあいました、何ていうんですかあそれちょっといきなり課題を、はい、要するに、その時はですねこう言います、はい、編集でちょびれないですか あるんだ暗曲があるんだこう あれそうですねちゃんとねここに全てアンチョコ作ってる Do you have a distributor in Japan? はい、うん、あ向こうが No、 no、 でも向こう Yes って言ったら、はい、Where the company or with? とかどこの会社使ってますかっていうことを聞くんですけど、まあ、今回はたまたまそのさっきのカナダのメーカーさんも、はい、アメリカのメーカーさんも、はい、完全 No と、はい、まあ、まだ出来たてほやほやのメーカーさんだったのでよっしゃと、まあ、それその後に何時まで働いてますかとかご飯食べましたかって今書いてあるのを言うんです聞くんですよ、先生これはね、はい、これ何のために書いたの明らかにそのあれじゃん今これ iPhone を見ながら Google 翻訳で Google 翻訳でやるなぁ風太郎太陽はい風太郎太陽今の最後のは風太郎太陽完全ね、はい、あのそういうねあのとこ行った時にそうですねもうやっぱりコミュニケーション多少できないですねやっぱりお互いエンジョイできませんから気持ちいいことまあ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 そのレールの、はいはい、そうですね、はい、このレールなんですけど、うん、これいろんな種類があったんですけどとりあえずまずこれでも十分かなと感じました、うん、そうだねメーカー名とまずちょっと製品名を教えてくださいそうですねメーカーがですねこれダクティールカムダクティールカムはいダクティールカム初めて聞くなんかこのコウモリみたいなこなんかこうマークのあーちょっと面白いですよね、へえで単純に申しますとまずあのワイヤーを通しますうん、ある一点からある一点にでそのワイヤーがですね 150m か 310m かどちらか選べるんです、うん、選べる、うん、で、その上をですねモーターついた、この本体が移動します、うん、ちゃんとリモコンがついてますこれはいわゆるワイヤー1本ワイヤー1本ですいわゆるケーブルカーあケーブルモノレんなんだケーブルカーだっけ、うん、まあそうですねケーブルカーのカー、ね、そうですね、自分が好きなこうある程度速さで移動できるものなんですけども、なんとですね、まあ、リモートはちょっとできませんカメラ固定のようです、うん、でリモートできるものもちょっと大きい方で、うん、あの発売されてるんですけども今回このシステムでなんと、ね、$750、うん、なるほどワイヤー付きワイヤー付きで 150m か 310m どっちか選べます、どっちでも値段は一緒一緒なんですよワイヤーもじゃあ価格じゃないわけですねワイヤー見るとなんか普通の紐でしたんで、うんまあちょっと怖いんですけど、ね、ワイヤーでしょ、まあ、まあワイヤー紐、まあ、ワイヤー、まあ、ハサミで切れるような簡単なものじゃなさそうなんですけど、うん、なんか見た目が初め鉄じゃないのね鉄じゃなかったよなちょっとそこワイヤー風なんですねワイヤーそうですねただまあ大丈夫だと思います、うん、でこれ$750っていうことでこれ大体日本円に換算すると、うん、大体7万前半そうですねちょいちょいとこれ GoPro が3万4万ですから10万円でちょっとこの面白い300も引ければすごい移動感があるいや仕事が出てきますよね、これもじゃあもしかしたらシステム5でもう今ちょっとこれ交渉してますんで行っちゃうかもしれないけどね行きたいですねまあもちろんワイヤーの質を確認します明日、これが本当に紐とかだったら危ないですからね落下してだから逆にあれでしょワイヤーなしでなんか交渉して日本のワイヤー使ってもいいわけだねそういう手段もありますね。ただまあインクルだ、まあどうでしょうかね。ちょっとお値段どうなるかわからないですけど、まあただその方法もいいと思います。でも今大きい値段言っちゃったら大丈夫なの？あでもこれはまあもう出てますかね。ウェブに出てると。あ、まあもうそっかそっか市販品だから、ね。もちろんです。ただ日本のまあ取り扱いっていうのは少ないっていうないということで、はい。でもう一度名前申しますと、ダクティールカム。ダクティールカム。ダクティールカムって発音だったと思うんですけど、これはちょっとその小型のいわゆるカメラと組み合わせて、ちょっとこれから の、 あの夏じゃないこれスノーボードとかの映像とかも結構あったんですよ。すごいですね、うん。あと森林の中とかね。そう、森林の中いいね。だから自転車とかね、その、スノーボードもいいだろうし、日本だと300メートル引き回せるとこはなかなかなかったりするんだけどね。うん、こう
山とかその辺のこう、ね、イベントとかでこう使えればなと、うん、ですよね。そっかでモーターで動くんだよね。モーターで移動できますかね、あの自分が行きたいところにウィーンとこう、うん、スカイカムとか、ね、結構やっぱり値段が張るみたいなので、それはそうですね、はい、なるほど。これちょっと DSLR でもこういうね、ワイヤー感みたいなのが出てきたっていうのはね、またいろいろこうだ、細かくね細分化されてますよね。いろんなものが。GoPro がメインですか。GoPro がメインですね。GoPro がメインだからこそ安くなるんですよね。そうですそうです。もっと小さいですからね。あ、そうですね。はい、ありがとうございました。はい。はい、さてそれではじゃあ次は岡さんの方で、はい、今日は何を見せていただきますでしょうか。ですね、多分皆さん僕の今日一日の行動を知ってると思うんですけど、基本的にあれ人にと一緒に移動して撮影するタイプ、ね、うん、方向なので、はい、自分がどうのこうのっていうの実はなかったりするんですよね。でまあその中で拾ってったものっていうのは、あ、これなんですか、自分のね、見つけたやつじゃないけど、まあ人と一緒に歩いてって見つけたっていう意味で面白いなと思ったのが、まず宝永さんの FT か、はいはい、FT1 ハイスピードカメラ、4K ハイスピードカメラの、日本ではインタビューで出たので、はい、あそこは少しブラッシュアップしたそうなんで、はい、あ、そうですか。で今回出てるのはその FT1 を使って、4K ハイスピードを撮りつつも、そこから切り出して HD ノーマルの HD が撮れてるという、うん、もしかしたらその逆、うんうん、4K の、通常速度、定常速度、うん、そこから切り出しての、HDA のハイスピードですか、うん、ができるというの、そういうシステムになった。で、それを、実演してたんですけれども、それ、結局、最終的にこの、どっちかが HD なんですけども、まあ、綺麗なんですよね。うん、で、2つ、だから同じカメラで2つのラインが出てるってことですね。うん、サブと本線と。うん、で、それを、スイッチャーでさらに2本、ぶち込んでいただいて、うん、ぶち込んで、で、相互に出すという、うん、なんか新しいというか、こう、新しくないのかもしれないんだけれども、見てて、あ、で今、定常速度でやったものをすぐハイスピード、結局ハイスピード遅れるじゃないですか。遅れるじゃないですか。うん、まあ、そういうところができた。で、それがちょっと面白かったかなっていうのは、まず1点ですね。はい。はい。もう1点。ですね、はい、今回また、エナス兄弟のブラリーをやったんですけど、まあそこで、お兄ちゃんといえば音の専門家なんですけども、そのお兄ちゃんと一緒についてて、見ていったときの中で、マイク。で、マイクといえば、ね、僕ら、ENG の切っては切れない63L っていうね、マイクありますよね。シェアの、うん、でそこを行ったんですけれども、そこにあったのがガンマイク、はい、で DSLR 系のくっつけるちっちゃいガンマイクなんですけども、シューマントがついてるんですよね。そうです、うん、でなんだけれどもちょっと太いんです。ちょっとデブなんですね、うん、今までちょっとずんぐりむくりしてる、ね、ちょっとデブなんです。何かなとさ、なんとここの中に収録できちゃう、音の収録、うん、レコーダーがついてる、レコーダーになってるんですよね。ウェブファイルですか、はいはい、で4ビット、24ビット48K、もう音質は全く問題ないものが、中で単体でまず記録できて、そこからさらにアウトを持ってって、例えば、7D なり 5D なり 1DC なりに直接録音もできるし、もう一つ、モニタリングのイヤホン用のアウトもあるので、モニター、結構できないじゃないですか、うん、DSLR って、ね、なまあ最近のね、そのなんだっけ GH3 とか、うん、ミラーレスもできるのみたいのもあるんですけども、5D5D2 とかね、うん、できなかったのが、まあそれモニタリングできながらしながら収録できるっていうところに、なんかすごく安全感を感じて、うん、ちょっとまだ値段は決まってないそうなんですが、うん、とりあえず僕は300だったら今買うよって言ったりっていう感じで、でもこれはもう間違いなく秋過ぎでしたっけ出るとかね、はい、言ってましたね。秋過ぎには出す、うん、多分システムファイルなんで入りますよね。そうですね。確実に。ちょっとこれ予約入れといて。1500円。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございました。これちょっと面白そうですね。面白いですね。やっぱりね、うん、使えそうですよね。使えそうです、ね。音は本当にね、こういうのが出てくると本当に、すごい現場が、安定するというか盛り上がるというか。ね、はい、じゃあ、次は、はい、
江那須さんの方で、はい、今日は何でしょう、はいはい、これちょっと見ていただきたいんですけども、まあ、あのおそらく NAB のセミナーで最も人が入った、すっごい入ってるね、これ。これはすっごい入ってます。これ普通のブースですからね。でこれいわゆる立ち見のところはもう道路というか道なんですよ。で一番後ろの人は隣のブースまでもあの侵食してるというか。で隣のブースの人文句言うかなと思ったら隣のブースの人も見てるっていう感じの、まあおそらくですね、まあ、目で数えたぐらいだと250人ぐらいの人が集まってました。これはどちらの？でこれはアドビの、はい、アドビシステムズのブースです、はい。でアドビさんというとですね、今回 CS7 を、うん、まあ、クリエイティブクラウドで、うん、まあ、発表しまして、おなじみのフォトショップやイラストレーター、動画でいうとプレミアアフターエフェクスというのを、まあ、出してますけども、今回このセミナーをしたのはアンドリュー・クレーマーさんという人がですね、うん、アフターエフェクスのプラグインをたくさん作っている人で、うんうんうん、チュートリアルのですねビデオコーパイロットという、うん、まあ、サイトを立ち上げてものすごい人気のある人です。若いんですけどね、まだ20いくつの、あ、そんなに若いんだ。で彼自身が作ったプラグインというのはもう今ハリウッドの、まあ、フィルムメーカーの人も使っているような、フレア系の、オプティカルフレアって言うんですけど、プラグインだったりとかで、この前、去年ですかね、出しましたエレメント 3D っていうアフターエフェクスのプラグインをもう今爆発的に売っていて、うん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 、でまあそういう彼のチュートリアルサイトを見てみんな、まあ、アフターエフェクスを勉強してるんですよね、うんうん、で生のチュートリアルを聞けるということで、うんうん、まあ、たった30分のデモなんですけども、もうあのこの人、なるほど、はい、で、まあ、何が僕がこの写真で言いたいかというと、まあ、それだけアフターエフェクスというのが今、まあ、ポストプロダクションの中ではメインストリームになりつつあるなと、うんうん、まあ、ヌークとか、まあ、そういうスモークとかコンポジトのソフトってたくさんあっていて、それはそれで使われていると思うんですけども、アフターエフェクス何がすごいかというと、やっぱプレミアとの連携、フォトショップとイラストレーターの連携もそうですし、独自の進化というのを、まあ、遂げていて、で今回、まあ、シネマ 4D というですね、マクソンが出している、はい、3D のソフトウェアとついにあのアフターエフェクスが、ね、まあ、くっついた、はい、これすごいことですね。今アフターエフェクス CSM を導入すると、うん、シネマ 4D ライトが無料でついてきてですね、うん、でシネマ 4D と、まあ、いわゆるリンクするネイティブでリンクするそのプラグインも出まして、アフターエフェクスからシネマ 4D のファイルをそのまま読めたりとか、 3D のものをアフターエフェクスに動かしたりとかすることができるようになりまして、もうとにかく独自の進化を遂げていて、アフターエフェクス何のソフトですかってあたり、アフターエフェクスはもうアフターエフェクスですみたいななんで、まあ、アドビっていうのはそういう意味でもですね、もともとフォトショップの会社というイメージが強かったんですけども、動画の方にもどんどんと、まあ、力を入れていて、あれ、シネマ 4D も単体でブース出してましたよね。そうですね、今回ね、この真横に出してます。そうですよね、うん、はい、でシネマ 4D の単体ももちろんあのユーザー多いので使ってるんですけども、うん、まあ、いよいよ今度つくのはライトが作ってます、はい、いろいろ、まあ、機能制限がかなり入ってるやつなので、とにかくそのマクソンとしては多分アフターエフェクスユーザーにシネマ 4D を知ってもらう、うん、いい機会になるだろうし、うん、アフターエフェクスにしてみたらそういう 3D のものをアフターエフェクスで動かせるというのはやっぱり、クリエイターに大きな、まあ、なんですかね、引き出しを与えることなので、うん、まあ、そういう意味だとこの、業界すごく盛り上がってきて、うん、まあ、あのこう人数を見て分かるように、毎回アドビさんのこのセミナーすごいもんね。そうなんです、集まるときは、はい、なんで、まあ、カメラだけじゃなくて、うん、こういうコンポジトの世界でもあのかなりアドビ盛り上がってるなと、うん、なるほどね、アドビすごいなと思いますね、はい、今本当にね、どんどんあのクリエイティブクラウドでしたっけ、はい、で利用者も増えてるのかな、はい、そうですね、うん、でまあ、あのシェアエディットのコンセプトも含めて今アドビエニウェアっていうあの新しくね出まして、で今まだ発売には至ってないんですけども、それはこの夏からあの始まるんですけども、いわゆるですねストリーミングサーバーを独自で開発しまして、うん、どこにいても誰とでも、うん、プロジェクトを共有して、でそれをお互いに編集したりするできるシステムってですね、これがもう今年完成するということで、うん、かなり注目を上がっている。なるほどね、はい、うん、なんで、まあ、僕はカメラも好きですけども、このアフターエフェクスもすごいなってことで、ね、うん、はい、まあ記憶して、はい、ポストも大事ですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、でもう一つは何でしょうか。もう一つはですね、これです、マルチコプター。マルチコプターですね、はい、これ四軸の、ヘリコプターです。今回 NAB で、まあ、岡さんと思うので今日ちょっといろいろヘリコプター飛んでるとこを目撃したりとかしたんですけども、先ほどあの言ってましたが、かなりヘリコプターのブースが多い
多分10個ぐらいありますよね、まあ、ちょっとちゃんと数えてないですけど、10個じゃ聞かないでしょ、かなり。でこれはちょっとトレンドとして面白いなと、うん、要するにそのヘリコプターによる空撮っていうのが、流行ってるなと、うん、あの感じましてですね。でその中でもやっぱ注目なのはこの DJI という会社が出しているDJI ファントムというヘリコプターです。でこれはあの NAB にあの今回始まる前からもう結構注目の一台で発売もされているものなんですけども、 GoPro を載せることができるんですね、うん、さっきあの岡ちゃんがあのワイヤーの、突起の話をしてましたけども、まあ、いわゆる GoPro っていうのは数百グラムのカメラなので、そんなに、まあ、力がなくても持ち上げることが多分できるんでしょうね。僕もちょっとヘリコプターの構造よく知らないんですけども、でこの DJI ファントムのブースすごい人でしてですね、でなんでこんな人なのかなと思いましたら、まず価格が安いんです、600ドルで、4軸のヘリコプターがついてくるんですよ。これ何があの600ドルですごいかと言いますと、4つのプロペラにそれぞれにジャイロセンサーが、まあ、ついていて、いわゆる安定した飛行ができるっていうのと、あと GPS を内蔵していてですね、こう例えばこのこうコントローラー、あれなんてプロポっていうんですか、うん、ブルブルブルとこうやった時にプロポが壊れて通信不可能になっても、最初に飛んだところに戻ってくるんですね、ビューッと戻ってくるとか、うん、それもすごいんですし、であと僕ちょっとヘリコプターやったことがないんですけど、こうビューって言ってヘリコプター止めようと思うとヘリコプターの操縦って止めるってないんですよね。オーバーリングですね、オーバーリング超難しい。でそうこれは GPS 内蔵してるんで、あのピタッと止まるんですよ。そのオーバーリングが勝手にしてくれるんです。要するにそのヘリコプターが要するに場所を認知してその場所にとどまろうとしてくれるんです。であとあの前ずっと待ってて旋回するとどっちが前だか分かんなくなっちゃいますよね。これヘリコプタータイプじゃなくて、今写真出てると分かるんですけど、要するにこれ単なるこう十字形なんで前がどこか分かんなくなっちゃって、すごくその、プロポーズの操縦は難しいんですけど、こいつは操縦者に対しての前を常に認知してくれるんですよ。でぐる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 回っても操縦者が自分が前って言ったら、そいつにとってヘリコプターにとって左だったり後ろだったりするんですけど、前にって言うんですよね。だからそういうですね、初心者向きヘリコプター、うん、かつ GoPro も乗るで300メートル電波が飛ばすことができるので、うん、だからまああのスカイツリー真ん中ぐらいまでだったら、うん、真ん中ぐらいまでだったら飛ばせるみたいな。だからこいつの東京から上がったら一番上に近く行ける。300メートルオーバーして暗骨ロボになってもまあ自分のところで帰ってくるから。セーフティーが素晴らしいってことね。そうね、でその値段でできるのって今までなかったから、はい、もよく業務用ってやつでやっぱ普通積んであるのがやっぱもっと桁が2つぐらい違う。違いますね。だからその何が言いたいかというと、ウェアラブルカメラがすごく頻繁に出てきて、そのカメラのクオリティが上がったことでこういうヘリコプターの需要、要するにヘリコプターを使った撮影も結構綺麗に撮れちゃうというところで、まあ、テナさん買ったよね、なんかこれ買ったの、ファントム買ったんです。実はですね、ファントム買ったんですよね。ですけどあのまだ箱から出してし、はい、なんであのネイビー戻ったらあのちょっと飛ばしてみようかなと思ってます。重さって何キロぐらい、はい、これはですね、これ自体は数百グラムですね、あの、うん、ヘリコプター自体も、はい、でこれ DJI という会社から出ているファントムという、まあ、ヘリコプターなんですけども、まあ、要するになんだ、GoPro をつけても10万以下ってことですね。 GoPro つけても10万以下です、はい、で買えるという、でそれで空撮がバンバン撮れるというのはすごいなと。まあ、ただしちょっと日本で使うときはあの道路交通法とか、まあ、いろんなものを電波とかを確認した上で使用しなきゃいけないので、まあ、そういうのを僕もちゃんとね確認した上で買ったら使ってみようかなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。まあ、ヘリはねもうとにかく去年ぐらいからワンサが出てきてもう世界中のメーカーがいろいろねあるから、あのちょっとどういうふうに今後展開していくかわかんないですけど、まあ大きいものでそれこそエピックとかね乗るものから GoPro の小さいものからたくさんあるんですけど、まあ、いっぱい出てますよ ね、 うん、カメラマンの人は岡さんもそうですけど、みんななんかヘリ好きでしょ、ラジコン好きだよ、ラジコン好きだからみんな食いついちゃって、なんかもうみんなその話題ばっかりで、それだけで一日過ごしちゃうんじゃないのっていう。まあ、でも今回本当に何十社ってね出てるんで、まあ明日もし見に行く方はぜひそういうところも見ていただければなと思いますが、石川さんはあるんですか？はい、僕はですね、ちょっとあんまり今日あのいろんなあのインタビューとかが多くてあんまり会場はそんなに回れなかったんだけどね、
ここがね、これなんていうメーカーなのか、サープっていうのかな。あ、これあれですか、ジャイロですか。ね、いや、ジャイロじゃなくて、これはね、はい、ポケットタイプの、タイムラプスユニットシステムで、ちょっとここにカタログがありまして、これは画面でお見せできないんですけど、そういうことなのね。ここの、あの上側のところの箱がそのカメラ取り付けるユニットになってて、で下にね台座があるんですけど、その台座にワイヤーがぐるぐる巻いてあって、それをまあ好きな、なんだろう、リグじゃない、スライダーとかにやって、でそれをこう勝手に自走式で、あのワイヤーを巻いたりしてくれるわけ。ああ、自分で動くわけですね。そうそう、自走してタイムラプスのそのワイヤーのいわゆるスライダーって古いフリーで動くからと、そうフリーで動くから、それをワイヤーでコントロールしてあげようと、そう素晴らしいっていうやつ でちょっと今までにないタイプので、大体タイムラプスのやつって最近だんだん流行ってきたんだけど、で有名なのはね、ケスラーとかでやってたりするやつはありますけど、ケスラーも今回新しいのなんか、シネドライブっていうのを出したんだけど、それ去年フュージョンっていう形で出してたソフトウェアをなんか多分ブラッシュアップして作ったやつなんだけど、どれもね全部あれですね、70万とか高いんですよね。結構高いんですよ、レールついて、でそのレールごと買わないとダメだったり、サイズが選べなかったりとかするんだけど、まあこれワイヤーも距離とかそういうのは当然仕切りはあるんでしょうけどね、ちょっとこのいろんなイージーにこの DIY タイムラプスって書いてあって、何それって思って、ちょっと寄せられていったんです。で、ちょっと時間がなくてね、ごめんなさい、あんまり詳しいことは聞けなかったんだけど、ちょっとこれね、またまたセントラルの、例のごちゃごちゃっとした中にありますんで、ぜひ、皆さんお詳しい方が見に行っていただいて、詳しい解説をどっかで書いてください。そうそう、これが一つね。これいくらぐらいだって？でね、990ドル。安いですね。安いでしょ。安いですね。これ安いなと思って、うん、で本当にね、どのぐらいだろう、本当にね、一眼レフっていうか、これ何カメラって、AX70 ぐらいですよ、の筐体分ぐらいですよ、大体サイズが、で箱型なんで、でなんかショープライスがあるって言ってましたから、もしよかったら明日来てくれみたいな言われましたんで、買いたい方はもうちょっと安くなるかもしれません、が一つね。でもう一つはこれキヤノンさんがまあ今回あんまり大きな目玉な商品っていうのは去年みたいにね、シネマイオスドカーンみたいな感じがなくて、あんまりこうないんですけど、まあ、35ミリのね、タンダマとかいろいろそういうの出てましたけど、今回ね、そういうものとは全く別に、いろんなソリューションの展示をやってるんですが、その中に一つ、シアター 4K シアターとは別にね、このオプティクスの、シアターっていうかですね、こういう箱があって、この中見ました？まだ見てないです。これね、中で何やってるかっていうと、一番短いのはあれ 14.5 だっけ？ミリのタンダマのやつ。タンダマ 14mm ですね。はい。シネマカメラ、はい、シネマレンズ。レンズですね。EF。はい。それを、いわゆる逆照射して、はい、いわゆる 4K 解像度、いわゆる 4K レディって言ってるじゃないですか、はい、キャノンさんは。EF シネマレンズが、はい。そのシネマレンズがどんだけ解像度がすごいかっていうのを見せる、シアターがあるんですよ。これは多分キャノン初の展示で、まさにこういうやっぱレンズメーカーはこれぐらいのポテンシャル持ってんだっていうのをみんなに見せるすごくいい機会で、もう僕は素晴らしいって言って褒めたんですけど、なかなかないですよね、このテスト、レンズのテストチャートとかをこう見るっていう機会で、本当は完全な暗室でやっぱり見なくちゃいけないんだけど、まあぶたれたりするから、客がいっぱい来るとね、だからちょっと薄く光はついてるんですけど、でもほとんど真っ暗に状態で、本当に周差がどのぐらい、ディストーションがどのぐらいかとかっていうのもあれで、まあこの3つ目の線がちゃんと見えてれば 4K なんですよみたいな説明があって、
日本人のスタッフの方もいるんでね、うん、まあ、これまたぜひねインタービューとかでもやっていただきたいなと思ってて、なかなか素晴らしい展示だ、ね、あれですよね、自分たちのプロダクトに自信がなきゃできないことですよね。そう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 、あの藤野さんとかもね若干やった時とかあるんですけど、うん、あのここまでねなんっていうかシアトリカルっていうかなんかこう 見せるタイプの形としてちゃんと見せてるのなかなかなくて、これだけのためにこう一箱をこのシアターみたいに作ってるわけですからね。まあでもシネレンズ押していきたいんでしょうね。それそう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 、あ、まあ、今回35ミリもね新しく出て、まあ、年末ぐらいのシッピングだって言ってましたけど、あ、まあさすがレンズメーカー世界のキャノンさんだけあって、あ、まあ、自信の表れと、まあ、今後シネマレンズをしていきたいということかな。あれですよ、価格もねそこまでずば抜け高いわけじゃないじゃないですか。だから割と需要と供給、まあ、もちろんツワイスとかね、はい、クックとかものすごい高いレンズはあって、はい、もちろんそれに劣るとかいろいろそういうことはあるのかもしれないけど、はい、あの価格帯で使える中ではもうそこそこその 4K が取れるっていうところは、はい、カバーしてると、はい、いうことを、ね、もう、うん、目で見たまんまに評価できる、うん、非常に面白い展示やられてたなと思いました。はい、はい、していってみます。はい、ということで、こんな感じで、4人の、トピックスを紹介したわけですけれども、ここで一回締めましょうか。はい、そういったわけで、2日目終わりましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。なんか一言ずつちょっと、感想というか知りたいんですけど、まあ岡ちゃんからじゃあちょっとどうですか。そうですね、 NAB2 日目、2日目、まあいろいろとありましたが、まあまだ僕3割ぐらいまだ会場見てない部分があるので回りきれないでしょ。回りきれないですね、うん、なんか本当にローラースケートつけようかなっていうぐらいだったんですけど、あとやっぱりちょっとバックアップのレコーダーとか、もっと外部レコーダーの方ちょっと僕まだ見てなかったので、うん、確かコンバージェントデザインさんからなんか7インチか、はいはい、なんかそのオデッセイとかですね、その辺りもなんかすごい価格帯でなんかいろいろとオプションって言われてるものの、実物はまだちょっと見てないんですよ、うん、はい、でちょっとその辺も明日ちょっと伺えればなと、はい、4K 関係とかも、そうですね、オデッセイはソフトウェア機を売っていくって新しいビジネススタイルですからね、面白いですよあれは、うん、はい、それちょっと明日あのモニターを買って、うん、もうモニターに全機能ついてるんですけど安いんですよ。で欲しい機能をソフトウェアで買ってそのキーを外していくってい そう、バージョンアップしていくっていう、そうです、だからこれが欲しいだったらそのキーをダウンロードして少しずつ自分のモニターの性能を上げていくっていう、そういうビジネススタイル、面白いね。でアリローの収録した時は全部いらないか1日券とか2日券っていうのをもらうと、その2日間だけアリローの収録ができるとかっていう、そういうのがあります。期間区切れるんですか。あ、そう、アリローとかそうしたいで、値段とかそういうのが決まってないらしくて、ぜひちょっと聞いてみてください。分かりました、そこはもう行ってきます。あ、はい、俺もモノレールの3日違うんだ、それじゃないね、そういうことですね、そういうことですね、はい、はい、すみません。じゃあ岡さんは何かありますか。今年はちょっと去年に比べるとなんか見れる幅が狭くなっちゃったなというのが本音なんですけれども、その分でも取材はなんか去年よりちょっとまた多くて、あれと思って、で今日までは皆さんと一緒にね、お付き合いというか、そっちの方と、明日は、自分の好きな部分を何個かアポ入れたんで、ちょっと明日は、まあ、僕的には明日がピーク。なるほどですね。うん。じゃあ、ちょっとカメラマン視点で、はい。また面白いものをちょっとね、見つけてみてください。はい。じゃあ、江ノ瀬さんは、そして明日はどんな感じでしょうか。いや、もう明日はという、足が棒ですね。足が棒。もうね、こんなに歩けなかったかって思うぐらい、もう最後もうクタクタですよ。それぐらいの、まあ、見るもの満載で、まあ、なんですかね、もう次々とこう発見が。もう岡さんも初日からのマッサージ、ウォーターマッサージ行けましたからね、はい、もうね、みんな確かに半端ない距離歩いてますね。そうですよ、うん、下がコンクリなんで ね、結構膝とかきちゃうんですよね。でも、まだまだ見れてない部分ありますし、このトール2つぐらい全然見てないんですよね、うん、だから頑張って見て面白いものをまた報告できたらなと思ってます。はい、
NAB のね、まあ、味方ってわけじゃないんだけど、まあ、4日間いる人と、まあ、3日間しかいない人といるんで、まあ、ただ明日はどっちにしろ、実質3日間な感じなんですよね、はい、NAB って。だから明日は本当にね、ちょっと駆け足で僕らも見なきゃいけないんだけど、まあ、なるべく、いろんなものを見たいけども時間がないっていうところで、とりあえず、ちゃんとまず今日は寝て、それで明日朝一からがっつり行けるようにっていうところで、頑張っていきたいと思いますけど、これはね、原稿とかね、いろいろありますから大変なんですけど、まあもう一日頑張りたいと思います。今日は原稿消さないようにしてたからね頑張ります。乗り飛ばさないでくださいね。乗り飛ばさないみんなね、だんだん慣れてくる。はい、というわけで、NAB2013 プロニュースレディオ、今日は何ですか、字が読めない字が読めないでこれね、台本があるだけで、はい、司会は私石川、そしてはい、岡田です。はい、ビデオズ岡田です。マイモリコーズ柳津ですの、4人でお届けいたしました、岡ちゃんと映像三重師ということでですね、このタイトルもいかがなものかという方はいっぱいいらっしゃるかと思いますけれどもまあ一つそこら辺はということで、また明日ですね、ラジオの方でお会いしたいと思います。というわけで本日2日目、プロレスレディオをこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。